宇都宮公平は、日本の内務官僚、政治家、青森県知事、松山市長を歴任した。1897年5月6日、愛媛県北郡内子町に生まれる。1917年、旧正松山中学を卒業。1920年に、旧正第七高等学校を卒業後、東京帝国大学法学部に入学する。 1923年に東京帝国大学を卒業すると内務省へ就職し内閣東北局長などとして東北地方の地域開発に尽力した第二次世界大戦下の1943年には感染で青森県知事に着任するが翌1944年8月1日に胃顔面本館となり退館戦後 公職追放を受けたため松山に戻り、遺跡納期株式会社顧問となった。77歳の松山市長、黒田正和は、高齢多選批判を受けていたにもかかわらず1963年、松山市長選に立候補した。これに対して宇都宮は、市政刷新を掲げて選挙戦に立候補した。遺跡の社員や、労働組合の支援を受けた宇都宮は、 市内各地で浸透を図り、黒田の地元以外で得票を上回って、松山市長に初当選した。当選した宇都宮は、黒田の工業化路線を維持し、市民会館を松山城の堀の内に建設した。しかし、この市民会館建設をめぐる汚職で、松山市議会議員7人が逮捕された。市民の批判によって、1966年に市議会は、 自主解散に追い込まれた。宇都宮が再選を目指した1967年の松山市長選では黒田が再び立候補し、現、旧市長による事実上の一騎打ちとなった。しかし、今回も組織票を固めた宇都宮が勝利した。なお、この時の投票率は前回よりも約23ポイント低い61.9%であり、 これ以降松山市長選における低投票率は定着していった。愛媛県知事、久松貞岳の公認を決める1971年の愛媛県知事選では、保守系の白石春樹と革新系の湯山勇で争われたが、松山では湯山が当選した白石よりも2万5000票以上得票していた。このことから、1971年の松山、 市長選に革新統一候補として、愛媛県教職員組合の幹部、日垣都市が擁立された。しかし、宇都宮は、現職の強みを生かして、大差で参戦を果たした。宇都宮が市長を務めた3期12年間の間、松山は大きく発展し、人口では、香川県高松市を抜いて、四国最大の都市に成長した。製造品出荷額は、 新居浜市と肩を並べるまでに高まった。また、国道11号、国道33号、国道56号の各バイパス道路、松山環状線の実現に向けて動き出し、松山の骨格を固めた。1967年には、瀬戸内海を越えて往来する人々に対応するため、松山環高校を建設した。また、 人口増加による水不足を解消するために、石手川ダムを建設した。1975年、高齢となった宇都宮は、人気満了で引退した。引退後は、愛媛県国際連合教育科学文化機関、協会連盟会長を引き受ける。1977年に、 松山市名誉市民の称号を受ける。翌年、君に等随法賞を受賞。著書に、私の生涯がある。ザウの名は、豪気撲突。ありがとうございます。